けど始めたのが空手をまず極真空手を始めたのが5歳ぐらいの時、4、5歳の時に始めて、そうですね、本当は最初柔道をやらせたかったらしいんですけど、その受け身とかも取れるように柔道をやらせたかったとは言ってたんですけど、多分近所にいなかったっていうのが一番大きいかなとは思います。まあ 4,5 歳なんで歩いていけるところにあるのが一番いいかなっていうので空手を。まあ多分2人とも両親両方ともが格闘技が好きで、まあそのおかげでいっぱい自分も触れたり目に見たりとかしてきたおかげで、僕も今ここにこうやって格闘技ができてると思うんで、見るのが好きですね。まあ別にどちらも何かやってたとかじゃないんですけど、本当にただファンでっていう感じです。ちょっと大きくなって小学校に進んでから柔道を始めて、柔道でもしっかり強い、まあ、神奈川だと結構有名な柔道の道場に入れてもらって通ってました。それも考えて、なんて言うんだろう、まあ、家族とも両親も空手だけだと打撃だけっていうのもあれなんで、柔道で組とか、あとは本当柔道で体幹とかもすごいつくと思うんで、それで多分柔道を始めさせてくれたのかなと思います。もう総合を始めようと思ったのは、総合格闘家になりたいと思ったのはもう小学校入るぐらいには思ってたので、でまあそのしっかり本当に始めようと思ったのは高校卒業してからすぐに始めたいなとは思ってました。でもまあその進学とかもあり、大学卒業するまでっていうふうに考えて、一応大学には進学したんですけど、いや全くあのですね、正直なところ全くそっち側で仕事する気はもう一切なかったんで、想像がつかないでも多分格闘家になってほしかったんだと思います。そのまあちっちゃい頃からずっとそういう風に育ててきてくれたんで、まあだから、まあ、僕は中退しちゃったんですけど、その時も別に止めることなく応援してくれた。倒した時に次がタイトルマッチって言われてもって言われることはあるだろうなっていうのは思っていたんで、右の拳を殴った時に折れちゃって、まあその9ヶ月間試合ができないとかがしんどいっていうわけはなく、何よりもやっぱしんどかったのは練習ができないっていうことだ。そうですね、もちろんやっぱ ONE に参戦するにあたって目指すべきなのはベルトだと思って、でもやっぱベルト持ってる人が一番強いとは思ってる。ここでやっぱしっかり勝ちたいなっていうふうに、このベルトがどうしても欲しいなっていうふうに